ということで今日はあのミシルガンエレファントの千葉さんと阿部さんにお越しいただいてるわけなんですが、はいはい、1月の下旬ぐらいに IMP でライブされたの、はい、私見に行ったんですが、その時千葉さん覚えてるかわかんないんですけど MC でね、はい、今年の予定はもうこのツアー終わったらないぞ羨ましいだろガハハとかいう MC されてたのがすごい印象的で、あ、そうですか、うん、その時点ではやっぱりこのマキシとかは出る予定ではなかったわけですよね、きっと。いや、予定はあったんじゃない、あ、予定はあった、あ、ありました、うん、ありましたか。じゃあ曲はもうその時点で存在していたという、うん、存在してましたね。ああ、そうそう、なんかあの4曲入ってるんですけどね、私シスコなんかすごいライブで印象深い曲だなぁとか思って、はい、うん、やっぱりあの曲ができたらライブでまず発表するバンドなんですよね。うん、そうですね、まあ、うん、それだけライブがあるんですけど、うん、うん、ライブでやってて、これを CD にしようっていうそこら辺はどういうところでそう思うわけですか。新曲です。新曲、うん、あ、でもライブでやってても CD にはならない曲もあるわけですよね。ああ、そうか、でも、うん、どうだろう、何らかの形で今まではなってますね。なってるわけですか、うん、へえ、これからまたどんどん、うん、どんどん、うん、もう3年先ぐらいまでのストックありますからね、うん、あ、そうなんですか、持ち歌2万曲ですからね、俺ら。マジで、あ、うん、すごいすごいですよ。ですね、ベンチャーズもびっくりですよ。びっくり、私もびっくりしました、今。へぇ、あ、そうなんですか。それは信じていいことですよね。信じていいですよ。じゃあ今ってあのまあ忙しいと思うんですが、あの結構曲もバン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 できている状況って言えます？そうですね、うん、もう2万1曲目ですからね、次が。そうですか、はい、あ、はい、あ、なんか安倍さんに真面目な顔して言われたら、はい、あの信じざる得ないですが、すごい誠実そうなこうビジュアルなんで。ビジュアル系ですからね、うん、俺、あ、ビジュアル系ですよね、やっぱり。うん、うん、なんかすごい誠実さがこう周りに漂ってらっしゃる。まあ、ラルク・アンシェルみたいなもんですからね。いや、ね、ビジュアル系だもんね。うん、なんでここでラルク・アンシェル。いや、まあいいんですけどね。はい、はい、あ、そうなんですか。ね、カルチャー、あの半年ぶりのなんかあのリリースっていうことなんですが、はい、なんかこういうマキシが出たら今度アルバムじゃないかななんてこうね。あ、出る出る。あ、出る出る、うんうん、あ、もうレコーディングは終わった終わったこれ本当本当なんかスタッフの方がちょっとプルプルプルって首振ってらっしゃる。これからですよ。あ、これから、うん、でもなんかあのさっきね、あのロンドンの方でちょっとレコーディングしてきたっておっしゃってましたね、うん、それは何なんですか。それは夏に、夏に出ます。出る、うん、シングル、まあそうですね、4曲とかそんな感じでまた出したいなと。あ、マキシみたいな感じにまたなると、うん、まあその前に、まあカルチャーがあるんで、カルチャーを聞いて、うん、すごいですね、さすが2万1曲あるだけあってバンバン来ますね。そうですね、うん、でもなんか結構休んでいらっしゃると、うん、いうこと、たまに、うん、箱根行ってなんかして、あ、箱根、温泉、そうですね、うん、俺はガラスの森、ガラスの森、うん、なんか4人揃うとミシルの皆さんが揃うとすごい宴会になりそうですね。いや、結構、ね、バンド以外で集まらないですか、ね、集まらないですか、うん、じゃあそれぞれ別のお友達と行ったりとかするわけですね。神さんとか、うん、神さん、みんな子持ちですからね、あ、やっぱりそうですか、私この前あの千葉さんがね、はい、離婚したって言ったじゃないですか、ま、再婚したんですか私、細かいこと結構覚えてるんですよ、はい、まあ、バツイチなんでね連れ、あれ、はい、向こうの連れ子なんですね。あ、向こうの連れ子だから私、またしても遊ばれてしまうんでしょうか。いやいや、俺の息子は来年高校生ですからね。あ、そうなんですか、阿部さん昔ヤンキーだったわけですか。いや、違いますよ。なんか10代、14とかわけわからん時に子供できる人とかいるじゃないですか。わけわからん時って。14だったらわけわかってるでしょ。あ、わけわかってるかな、うん。うん。あ、そうですか。そうそう。あ、ね、でもきっとあれでしょうね。こう、神さんと行ったりするよとか嘘をつきながら本当は素敵な彼女と一緒に行ってたりするわけなんでしょうね。いや、それが神さんなんですけどね。あ、なるほどね。羨ましいです、その彼女が。